産園アドバイザーアグリンのアグリンチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回は根生姜の根茎腐敗病対策や追肥などについてやっていきたいと思います。簡単にこちらの根生姜をおさらいしますと、種生姜を植えたのは4月の上旬で、種生姜は前年収穫し保存していたものを使っています。今年は幅95センチの黒のポリマルチを使用し、株間40センチで植え付けています。一緒に植えて相性のいい里芋と混植しています。先日動画配信しましたが、里芋が植わっている部分についてはマルチを剥がしてあります。生姜が植わっている部分に関しては乾燥防止のためにあえてポリマルチを残してあります。もちろん剥がしていただいて、敷き藁や敷き草をしていただいても大丈夫です。そして芽が出揃ってから1回目の追肥として鶏糞を株元に撒いています。2回目の追肥は7月の中旬から下旬にかけてあります。どんなに遅くても8月中には終わらせるようにしてください。そして生姜は水毒から真夏にかけて大雨で根茎腐敗病という病気が出やすいです。根茎腐敗病はカビの一種である糸状菌によって引き起こされる土壌病害です。地温が15度から20度以上、雨が多いと出やすいです。感染すると早茎では地際部分が濃い緑色に変色し、やがて立ち枯れ症状となり倒伏します。根や茎では表面または内部で飴色に変色し、軟化、腐敗します。生姜の根茎腐敗病は、経済的被害が大きいので、特に気をつけなければいけない病気の一つです。植える前の対策としては、種生姜の消毒や土壌消毒があります。また連作は避け、一度栽培したら、2年から3年を空けるようにします。そして土壌中の水分の移動に伴う病原菌の拡大を防ぐために、水の流入を防いだり畝を高くするなど排水対策を行います。多湿条件にならないようにすることで発病を抑制できます。必ず排水対策をしてください。ということで、今から追肥と排水対策のために水を切り土寄せをしていきたいと思います。それでは2回目の追肥をしていきます。2回目も1回目と同様、市販の鶏糞を撒いていきます。生姜の根は横に大きく広がっていかないので、株元もしくは畝の肩の部分に撒いていきます。それでは実際に撒いていきます。鶏糞を巻き終わったら、次に平子を使って株元に土寄せをしていきます。土寄せをすることにより、肥料の効きが良くなったり、生姜の肥大促進につながります。また、新しくできる生姜が日に当たると緑化してしまうので、品質低下防止にもつながります。今回はマルチの上からしっかりと株元に土寄せていきます。またこれは病気予防のための排水対策にもなります。ではやっていきます。
このような感じで土寄せをしていきます。今回は根生姜の根茎腐敗病対策や追肥などについてやってきました。生姜の2回目の追肥のタイミングは7月の中旬から下旬にかけてです。どんなに遅くても8月中には終わらせるようにしてください。2回目の追肥は特に生姜が肥大するのに必要なので必ずやるようにしてください。またこれからの時期、高温多湿により根茎腐敗病が出やすくなります。農薬を使わない場合、根茎腐敗病にとって最も効果的なのは排水対策です。大雨で畝に水が溜まらないように水を切ったり畝を高くしてみたりしてください。また生姜は土の乾燥を嫌います。私たちの場合はポリマルチを剥がさずにそのまま残していますが、何もない方は梅雨明け後は特に敷きわらや敷き草などして乾燥しないようにしてください。さらにやるべきお世話として水やりがあります。梅雨時はよほど大丈夫ですが、梅雨明け後は1週間雨が降らない時や土が乾燥している時には水やりをするようにしてください。その場合、日中水やりをすると高温になりすぎるので、必ず朝夕の涼しい時間帯にやるようにしてください。ぜひチャンネル登録をお願いします。メンバーシップではご質問にも答えしておりますので、メンバー登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。